週末ですけれども多くの陽性確認が続いておりますので本日はメッセージという形で説明させていただきたいと思います昨日県内で確認された陽性者の方257名でございました内訳は既存が125名新規または調査中が132名でございます感染が確認された方に心からお見舞いを申し上げさせていただきます また残念ながら本日、入院中の方が1名お亡くなりになられました、70代の方で、コロナの重症例の方ではございません、心からご冥福をお祈りし、ご遺族の皆さんにお悔やみを申し上げさせてていいたたただきままます個別の情報にについてはまた統計的にまとめた形で後日公表させていただきます。 前日が320名でしたので、減少はしているんですけれども、1週間、この3連休以降、増減繰り返していることはご案内のとおりでございまして、ちょっとこういう上下が続くと、傾向を見定めることはちょっとまだ早いかなというふうに思います。昨日は松山市市が約半数今治、新居浜、西条、東予3市で 松山市を加えますと全体の8割超という傾向は変わっておりません他の市町はゼロ内市は一桁比較的落ち着いていますまた新たなクラスター昨日は今治市で学校クラスター一件こちらは部活動で確認されたものでございました本日は検査結果とそれからもう一点衛生環境研究所等での ゲノム解析結果についてお知らせしたいと思います、そして最後に花見の注意事項でございます。それでは検査結果ですが、まず20代が58名と最多、このうち32名が松山市で、大半は20歳から24歳の年齢層の方で、学生が多いのが特色でございます。 友人との会食や遊びを介して感染が広がった事例が確認されておりまして新規調査中の事例も多数に上っていますここから各年代への広がりこちらが結局されております10代以下の子ども世代が96名30代、40代、親世代は合わせて75名ですから以前家庭内での感染が続いています そして70代以上はご覧のように減少少ない傾向も続いております男性が124名女性が133名でございました居住地は松山市が128名ほぼ半分そして西条市が29名新居浜市が28名今治市が22名いずれも ここ数日と同水準が続いています。今治市は一時の50名からは下がってきてはおります。えー、四国中央市前日27名確認されておりましたが、えー、昨日は10名。あの27名の時は複数の家庭で、えー、まああの家庭内感染が確認されたということも影響があったと思います。えー、職業は会社員が60名で最多。 児童・生徒が56名、未就学児が29名、そしてさっき申し上げたこの学生が24名と多くなっています。前々日まではあの卒業年齢に集中しておりましたが、昨日はそこだけでなく、さまざまな年齢で確認されています。また、帰省後の感染事例も複数確認されております。家族、 友人への感染拡大を防ぐために、少しでも感染に不安がある場合は、無料検査場を使いますので、こちらを活用してください、ご家族、あるいは友人からも進めてもらいたいと思いますす次に感染経路ですけれども家庭内がやはりり名と大半を占めております。 次に、衛生環境研究所等でのゲノム解析結果でございます。昨日、衛生環境研究所等が実施したゲノム解析により、40検体、事例ごとにピックアップして行ってますが、そのうち5検体で BA.2 系統のオミクロン株が確認されました。他の35検体はすべて BA.1 系統でございます。 このパネルのとおり、県内はこれまでに3例、うち1例はこれ、外国、国外での由来でございましたけれども、BA.2 系統が確認されておりましたが、これで8例となります。BA.2 系統が検出される割合、こちら、ちょっと調べてみましたら。 全国では3月7日から13日の1週間で、陽性者のうち20%ぐらいが BA.2 確認されているということでございます、それから東京都はさらに置き換わりが進んでおりまして、3月8日から14日の1週間で38.5%、かなりの置き換わりが進んでいます。ただ 置き換わりが進んでいる感染力が強いと言われていますが、東京都、ちょっと保健所がどこまで追いかけているかが実態がつかめてないんで分かりませんけれども、公表されている感染者数は、比較的落ち着いているという状況、落ち着いているというか、高いレベルで落ち着いているという状況でございます。23日、国の専門家会議では、全国的に置き換わりが進んでいるという議論がありましたけれども、 本県でもこの同様の状況でございます。今回のこの5県体は、この赤色の枠の中ですけれども、3月の上旬、ないしは中旬の事例から確認されたものでございまして、地域で見ますと、東予が2事例、南予が3事例でございます。この中でクラスターが2件含まれております。一つはですね 二次感染も含めて数十人規模のクラスターになった事例もございます全てではないんですがそれを見るとやはり感染力は強いというふうに見ておいた方がいいように思います保健所の調査では一部県外行動歴のある方も事例の中に含まれておりましてまあ今回のご検体は全て あの含まれているんですけれども、今回のご検体は、すべて県内でこう、市中の中で広がった可能性がありまして、えーまあ、ゲノム解析の結果、あのいろんなルートで入ってきたんではないかと考えられます。なお、この段階で感染の中心となっている松山市では、まだ BA.2 系統の検出はなされておりません。 今後可能性とととしてては出てくるることもあり得ると思います BA.2 系統は従来のオミクロン株よりさらに感染力が高いというふうに指摘をされておりますが、対策は変わりません、基本的な感染回避行動の徹底、特に2月の上旬の東洋地域の事例でも、囲い込みはできましたんで、 これまでと同様に対処するということであはなかろうかと思います。また、ワクチン3回目接種は BA.2 にも有効とされておりまして、特に高齢者、接種可能な方は、各市町から案内が来ていると思いますので、可能な限り早期に接種を受けていただきたいと思います。次に入隊員の状況ですが 出入りがあって入院されている方は1名増えて66名、重症者は変わらず4名のまま、宿泊療養施設は出入りがあって5名増えて92名、自宅療養の方は4名増えて1851名、そして退院となった方は246名いらっしゃいます、ご回復されました。最後に 明日天気が良さそうですがお花見の注意事項でございますあのルールの中で楽しんでいただけたらと思いますまたあの今から申し上げるのは基本的なことで感染状況は県内市町ごとに異なりますから少し強めのメッセージを市町単位で出されている地域もございますので市長の呼びかけもしっかりと受け止めていただきたいと思います 1、えー、一つ目は、日頃会っている方、えー、大人数や長時間、密を避けるこというを気をつけてください、それから参加者の体調等々、感染リスクの高い行動があったかどうか、えー、こういったことを事前に確認をしてください、そして、えー、何らかの異変がある場合は、あるいは感染リスクの高い行動があった場合は、参加しない、そして、幹事の方がさせないよう呼びかけてください。 それから、食事中以外はマスクを着用できたらと思います、していただけたらと思います。グループ間は適度な距離を取って、えー、宴会やカラオケなど、花見の場で大声になるような感染リスクの高い行動は控えてください。えー、そして、これも念のため、大皿は避けて食器は個別、使い回しはしない。そして、番基本的な手手洗い・手指と消毒等は、 こまめに徹底をお願いしたいと思いますえこのルールの中でお楽しみいただけたらと思います以上です